皆さんこんにちは、こんばんは、せいかです。今回は戦国バサラやっていきたいと思います。PS4 版の戦国バサラになります。で、Wii U 版をちょっとやってたんですけど、まあ操作も違えば、まあいろいろマップも違うということでですね、ちょっとごちゃごちゃってなるかもしれませんが、ご了承ください。操作方法をまだ全く覚えておりません。ガイドを見ろっていう話なんですけど、全然覚えてないですね。なのでちょっとね、最初は使い慣れたキャラを使おうと思って、結構 Wii U 版とかでは織田信長、この今映し出されてるお市、春日、あと誰だ、あ、猿飛サスケか、主にずっと使ってたんですけど、まあ、ほぼほぼ織田信長かお市をずっと使ってて、で多分この今映ってるお市っていうキャラクター、すんごい前に動画出したと思うんです。私加工動画を漁っていただければ多分あると思うんですけど、まあ散々な動画になって、今回も結構ね散々な動画になるかもしれないっていうね、あれなんですけれども、ちょっとね簡単なとこからちょっと攻めていこうかなと思います。甲斐のマップですね、武田信玄かな。で、いろいろ項目っていうのがあるんですけど、合戦準備ってなるとちょっと武器装備とかの場面になる。浅井長政なんだ。あ、そっか、お市のその旦那様が浅井長政なんですよ。なので戦友が浅井長政でも、結構浅井長政は強いです。強いんですよね。で、お市、これね、気持ち悪いでしょ、この闇を抱えた感じ。一回死んでるんですよ、この人。前回の戦国バサラのあれで。で、なんか亡霊っていう設定なのかな？で、今回のバサラでも登場してるという感じかな。多分戦国バサラアニメとかゲームやってる、アニメ見た方とかゲームやってる方なら多分設定がわかると思うので、まあアニメも結構面白いので見ていただけたらありがたいなと思います。そう、手がいっぱい入ってくるんですよね、これ大きい手。技が、あ、戻っちゃった。で、今回の戦国バサラは前回 Wii U 版で私やってた時になかった、武将成長があるんです。で、集めた印籠で、強化ができると。でも次のレベルまで1回戦国かな。あー、でも結構きついんかな。やり込まないと強化は難しいのかなっていうぐらいかな。まあ、長政は10だからあれだけど、カンストがいくつまでなのかがちょっとわかんないんですけど、詳しくはわかんないんですけど、こんな感じですね。戦友も選択できると。長政が嫌なら違う武将、まあ39にいます、武将が。その中からちょっと選べるという感じですかね。この機能も結構いい機能だなと思います。戦友っていうのが多分、あ、前回あったかな、忘れちゃったな、なんですけど、R に、あ、自動なんだね。で、楽曲設定もできる。すごい機能がすごくなってる。
で、このバサラヤっていうのが、相手の購入できると、このお金 で強化素材とか、武器の素材かな、いろいろ、そう、 BGM もそうだね。そうだね、うん、もう今日購入できると、お金で、貯めたお金で、で武器強化もできるのもすごいんだよ。前回な、確かなかった気がするんだよ、勝手に強化をされてたっていう感じかな、前回は。あ、6個持ってんだ私今。リアリティアップまで3個は必要で、どれを強化するか選べる。あ、これすげえわあー、なるほどね。いや、バサラゲージの強化はいるんかな。ちょっと1の あ、そういう感じなんだね。あ、結構、あ、結構必要とするね。3でレベルアップした。でも攻撃力の部分を個別に強化をしないといけないっていうのがちょっとあれかな、あれだなちょっとあれだですね。ってことは、合戦準備の武器装備で、合成解体もできるのか。あ、じゃあその項目、下のね、あの武器の項目の3つスロットが空いてるんですけど、多分それを取得してないから装備できないのか。なるほど。じゃあちょっとやっていきましょうか。画面、この画面では、準備画面ではこんな感じですね。出陣位置ね、結構キャラが怖いんだよなキャラが怖いし、歩かんのよ。あ、自分で歩いてるな。怖いでしょこの容姿、ほら歩かんのよ歩かんのよな。この雪村めに示させていただきたく。よかろう、やってみせる雪村は。うらー、俺たちも負けてられねえぜ。わあ、操作が難しい。1なんか操作が難しいな。守るわしらが有利じゃ。強いのかな、一は。見て、長政様、一でもちゃんとできたよ。主の名に恥じぬよう、振るうことこそ我らが務め。こういうのもね、ちょっといろいろ集めていかんと。体力回復アイテムとか、お金の箱があるので、そこをちょっとうまく使いつつ。準備は良いな。うわここでそれか。スロットが黒になるとちょっと嫌な予感がすると。雪村一番好きな武将です、私の。木村さん、うわマジかよねえ、マジでここでもうやだ、もうほんと最悪やもう爆弾落としてオキシンのこと。ではトウガ、あかんかん。これね、切り替えができないんですよ、武将の。ここでこの5年になっちゃうと武将の切り替えができない。あかんかんかん。心の裏側がないの、それとも隠しているの。我が魂にこれはあかんでやばいやばいやばい。よいしょ、ポン。
ストッチよ。あ、川高だ。どうして？ただ一つ言えるのは常軌を逸している。武田の誉れ見届けだぜ。どれだけ私の心を揺さぶれば気が済むのだ。武田が盛況、雷鳴がごとく轟け。からない。きつい。よいしょ。いざとなれば十二門戦にて相打つ覚悟。ここではバサラ技を使いたくない。よいしょ。出直せ雪室。ふ不甲なし。不甲斐なし言うてる。この雪村、意志なき風に、ここは運べうと知り候。壊すとスロットができるってね。できる。この際だ。しっかり学びなよ、大将。ここでまた黒出たら私怒るよ。あ、また出た。マジかよ。見逃すまいぞ。あの足軽の足軽の爆弾出た時にはもう終わったと思ったね。あれはあかんで。どこ？木の影？どこだ？あの下？こっちか。あかん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 で。進撃の時が訪れたか。では行くぞ。イナロシル。チートだろこれ。沈没ですぞ。怪我したやつはさっさと引け。命令だぜ。これは恥じるばかり。この丸いこの円のあれでちょっと指示ができるっていう、攻撃してくださいっていう戦友の指示ができるっていう感じかな。サスケか。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？声優さんがハスハスすぎて。すぐにわかると思うけどね。こやつさんなんですよね。みんな大好き小安さん。はい、静かに行きましょう。林のごとく大将、俺様が時間稼ぐ間に気合い入れ直してよ。悪いとは思うけど、あーかん、あかん、仕事も含まれてないんだわ。まあその蜘蛛の巣はあかんで。一緒に眠らせてくれるならそれが。まあ結構減るね。精進しておるな。武田の相手にふさわしい。勝ちたいのはお互い様ってか。ちょっと変えてみるか。あー、お金がめっちゃ見えにくい。お金がめっちゃ見えにくい。よいしょ。どうして遮るの。長政結構強いんだよな。オッケー、買いましょう。はい、オッケー。俺様のお仕事、本日スーパーフィーバー初めてかもしれん。で、ね、赤いところがあるから、ちょっと赤いところも、ま、やっていきたい。あの瞳は誠、この世に向けられておるのか。上の方まだ赤いんだよな。ってことはまだなんかあるんだよね。行くよ。あれ、そうでもないか。この果てしない戦坂をよ。
また雪村が出てきましたよと。武田が心へ一圧、せたぎること火のごとく、男のたぎる肉体こそ明日をつなぐ架け橋なり。もう雪村を熱いんで、それは赤、その炎は何、そのトラップ何のために燃やすの、な、何のため、それは何をしている、断りの戦よ、早く位置を連れ戻せ、帰るか、聖火のごとく、猛火のごとく、豪華のごとく、その程度で無事、強いんだよな結構。あーかかか、うわーか、燃える燃えています。いや、こっちに来ないでほしい、狭いところはあかん。おお、たまにブルー画面になるからな。君の甘いお方だけど、貝を任せたいって思えるんだ。うわ、燃えた燃えていく。安らかに眠れ、位置が壊れ、位置が化する、さっ狙うせい、雪村不甲斐なし、この雪村、今一度己の風林火山を、体力が削れるな、あかんな、ちょんまげが足りなかった、ちょんまげが足りなかったってどういうこと？よいしょ、またか。オッケー。最後はきっと素敵な場所よ。ギャー！やったー！お金だ。金だ言うてる時点でもうあれないよ。いけいけいけ、ゴー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 。なんせも今こそこの手で爆破を立てる。 OK かな、よいしょ。そっちも、あっつ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 、もう地味に体力が減っていく、あかんで、シャグマがなびいて、まあまあまあすごく見て、レベルアップした、よいしょ、まだか。ここを抑えた以上、もはや悩みの種はありません。やったお金はすごい。夫婦でやってるっていうところがすげえな。結局はね、裏切られるんだけどね、織田信長に、長政は。戦国バサラではね。出た。どういうことなのそれあ、転んでない転んではない、転んではなかったか。全
部主に任せきり。ってつもりはもう通ないぜ。ねえ、もうパンチ危な、うまい。私はトラジュ石像はされた猛虎じゃ。あ、地味に当たるね、これ地味に当たるわ。いやー、向こうにね、2体あるんだよな。おすすめくだされ。我らは50人がかりで挑んでも止まんない。高め、はいはい、止まった止まった止まった。 OKOKOK、親方様が言ってる。面白いんだけど。しかと見届けた。占領箱がめっちゃあるな。お、体力回復。切りながらそのうちには常にないだ心の己を持つのじゃ。承知いたしました。もういいかな。もういいかな。雪村、己の風林火山をついに見出せそうな。ならば示してみよう、雪村。いっと、雪村、駆け出し熱血。あ、ちょ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 、済ませておるか。無論にござります、親方様。思うままに駆け、雪村。バサラ、長政でバウサラ出すとどうなる？あ、鳥なんだね、長政は。どこ行った雪村？あ、行ってて。あなたさえ生き耐えれば長政様は助かるのね。明けたが大将の力存分に高い古い親方様。真田道場壁はめ、その木まで立ち止まりはせぬ。何度も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 同じで異なる夢を見るの。まだだ、親方様の風林火山にはほど遠い。どこまで行くの？精進しておるな、雪村。
華のごとく、猛華のごとく、豪華のごとく。位置が強いな。兄さん、こちら強いように。この雪村、手加減などできませぬゆえ。我が名、雷鳴のごとく戦場に轟かん。黙っちゃうね。うわあ、吹っ飛ばされた。回避が難しいな。せい。オッケー。雪村殿、我らは貴殿に救われているのですぞ。この雪村、道場で。まあ、溜まってるは溜まってるな。お主の方が一枚上手であったか。開門。オッケー、行こう。人は城、人は石垣、旅草の思い、乱世の今こんな顔だったっけ。こんな顔だったっけ。武田信玄こんな顔だったっけ。マジかよ。お主に見せてやる。なんか周りがすごいことになった。このわしの封印火山を、いっそ目をと揃えてわしの道場に叩き込む。心身ともに鍛え直せば帝に抗いもできよう。あなたのように川の流れに逆らえるわ。壁はめなんだよな結局。もし本当にそうなれば何か変わるのかもしれない。戻ってきてもらっていいですか。危なくなったらきっと長政様が助けてくれますよ。見せて、あなたの約束はどんな色？手追いの虎は仕事を見てる場合じゃない。いや、こっちでここで連れててくるのか。あかん、海もあかんで、大地も忙しいな。からくれないに染まっていく。バサラ技を貯めたいんだか。どれ、長政は保ってんの。握り飯じゃねえんだわ。あ、そこにあるね、一体。それでもたまらん。あかんねえ。どこ行った。あ、倒しちゃった。長政が倒してしまった。これはあかんで。知らんじ。相手を探してたら倒してしまった。旦那様が倒してしまいましたね。なんだこの終わり方は。打ちぬるは夏の夜の儚くも後の名を。そう、怖いんだよね、お市が。クリアしました。あのね、市のね、 BU 版の市ってがすげー怖え。ちょっと暗めなんだよね、これより。すんごい怖いっていうのを記憶している。あー、それでアイテム、そっか、そういうことね。なるほど。 OK、 次へっていうことで、違うね。ちょっとここで、合戦準備の画面を見てみましょう。武器装備が
音に変化すると。でこれは一回強化したんだけど、あーそっか、それ32サラゲージ結構上がってるね。これを装備するとどうなる？わ、気持ち悪いねこれ骨なんだけど気持ち悪いな。見た目が変わるぐらいかな、ちょっと低いぐらいだね。攻撃力と、そうだね、だいぶ低いね。こっちの骨の方、こっちにしましょう。で取得技も確か新しいのが、そうだね、これも前回あったね、この技。あ、これもあったね前回。なるほどね。衣装はまだ確かないんだよね、なかった気がするな。で切り替えして、武器装備、長政さんの武器、あこれ結構高えな。砲塔がこれなんだけど、こっちの方がこれさちょっと見えづらいかなこれ、これさあれだよね、ランプだよねこれ、誘導ランプ止まれがついてるんだけど超面白い、なんだこれ初めて見たんだけど何この装備、これちょっとこれは面白いな面白いなこれ。ちょっとこれ面白いですね。ということで今回はちょっとここまでにしておきたいと思います。いやーなかなか久しぶりにやると面白いね、ちょっと黙っちゃうけどね。ということで次回もちょっと出していくと思うのでお楽しみにしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。